質問です。例えば、インスタライブの企画として、ある一定期間、目的とテーマを決めて、えー、キャンペーンお申し込みから本構図の申し込みをしてもらう動線ですとで。限定ライブを開催する場合、期間はどのくらいがおすめるとかありますかこれは、その、うん、期間は僕、長くない方がいいと思いますね。短ければ短いほどいいと思います。で、じゃあ短いと、 何が問題かって、そのタイミングに合わないっていう人が出てくると思うんですよね。なので、それだったら、また、えー、と数を増やした方がいいと思うんですけども、なので、これから10日間のうちにやってくださいねっていうのと、これから3日間のうちにやってくださいね、もしくは見てくださいねっていうのって、行動する人の数って全然変わってくると思うんですよ。で、3日間よりも、今日だけですよって言った方が、人って行動するんですね。 なので、期間は短ければ短いほうがいいんですけど、そうすると、まあ、合わない人がいますので、えー、その場合は、まあ、期間を長くしていくというよりも、まあ、違う回数を何度か、ね、増やして、時間帯をずれた回を作ってみるとかっていうほうがおすすめです。はい、ご覧いただきありがとうございます。 あなたの素質と強みを知ることができ、自分らしいビジネスの仕方がわかる自然体ビジネス診断、無料で受けられますので、ぜひ概要欄からクリックしてみてください。